そうですね、まあ負けなしという言い方は聞こえはいいですけど、まあやってる感覚的には引き分けがもう負けてるような感覚なので、まあよくは思ってない。30試合ぐらいですか。まあリードしてる時の戦い方とか、この時間帯ではこういうプレーをするとか、ここは思い切ってクリアするとか、味方が近くにいるのはつなぐとか、時間帯とかその時の味方の状況とかをこう考えてプレーをするっていうのが、まあちょっと欠けてるかなっていうふうに自分は思ってるので、そこがすごい大事かなって思ってます。自分がいない間にいろんな戦術とかいろんなことがあったし、いい時もあったし悪い時もあったし、僕個人としてはそこに加われないことがとにかく悔しかったので、貢献できない悲しさと虚しさがあって、ただ自分が復帰した時にはもうそういうのも全部ひっくるめて、いい流れに持っていこうっていう気持ちだけで、まずはトレーニングに励んでました。いや、もう気持ちかなと思います。勝ちたい気持ちと、上に行くんだっていう気持ち、最後は上に行くと思うので、はい、気持ちだと思ってます。町田選手がいないともう始まらないよみたいなこと書いてたんですけどあ、本当ですか。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。全然関わったこともない方で、ただ対戦は何度かあるんですけど、そういった方にそういうふうに言ってもらえるのはもう、はい、すごい嬉しいです。そうですね、逆に健太とか藤とか、今朝日とか出てますけど、彼らは個でいける選手で、僕は個ではいけないってずっと思ってるので、じゃあどこで違いを出すかっていうと、やっぱそういうところなので、まあそこをこう重要だと思ってくれて、なおかつそういうところ見てくれてるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいです。そうっすね、注目選手か。僕はそうだな、サムエル選手に期待したいです。僕その復帰するまで一緒にプレーしたことなくて、でもいろんな選手からいいよ、うまいよとか、収まるよとか、そういう話はすごい聞いてて、実際復帰した直後とかに、一緒にプレーした時に、すごい空間を作ってくれる選手だったので、今得点も決めてますし、ここからもサムの個人技と味方を生かす力で、チームの勝利に導くゴールを決めてほしいなって思います。まあ、やっぱ前半戦本当貢献できなかったので、残りの試合は気持ちを前面に出したプレーを見せて、勝利に導けるようなゴールを取りたいと思います。